作戦の部下ということで、今回はデイリーウォームアップエクササイズディミニッシュドコード15をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回もですね、前からずっとね継続してやっておりますこちらのデイリーウォームアップエクササイズ、こうサックス本ですね。ジャッキー・マクリーン、ジャズレジェンドのジャッキー・マクリーンが書いた本になります。こちらね、ジャッキー・マクリーンのね絵になってますけども、それの15番ということでディミニッシュコードのパターンですね。前回ですね14番からですねディミニッシュコードのパターンねやっておりますけど、まだ14と違うパターンの下から上がっていくパターンですね。こちらに最初の2小節書いておりますので、ちょっと吹いてみたいと思います。こんな感じですね。以下高いファーまでねキーが上がっていきます。でこちらにですね音使いとコードトーンですねずらっと書いて、あと上にコードネームを書いてます。2小節ずつですねキーが変わっていくんですけど、この星印のところですね、ディミニッシュコードが上降下降を繰り返しながらキーが半音ずつ上がっていくパターンということですね。最初 B フラットディミニッシュ7からね始まります。そこからですね B ディミニッシュ7、 C ディミニッシュ7、 C シャープディミニッシュ7みたいな感じでね上がっていきます。その音使いがですね、この B ディミニッシュ7からいくとC フラット、レフラット、ミーソーで、B フラット、ディミニッシュ7の各コードトーンになってます。で、そのコードトーンが、C フラットが1度、レフラットが3度、で、ミーのナチュラルがフラット5度、ソーの音が6度。これは正確には、ダブルフラットセブンスになるんですね。フラット2つのセブンスなんですけど、まあ実質6度なんで、もうめんどくさいんで6度って書いてます。その次が B ディミニッシュセブンスに半音上がってラフラットファーレーシーですね。でこれがそれぞれラフラットが6、ファーがフラット5、レーのナチュラルがフラット3度、C のナチュラルが1度ですね。という感じで C ディミニッシュセブンスもですね、同じような感じでドーミーフラットソーフラットラーで C ディミニッシュセブンスの各コードトーンになってて、コードトーンが1度、3度、フラット、5度、フラット、6度ってことですね。3、4拍目の C ディミニッシュセブンスがC フラット、ソーナチュラル、ミーナチュラル、ドーシャープ。これ6度で、フラット5、フラットサード、1度ということですね。で、これだとちょっと見にくいので、下の方に同じ形で並べてます。で、全部1度、3度、フラット、5度、フラット、6度で、並べ替えてますけど、B フラット、ディミニッシュセブンスが C フラット、レフラット、ミー、ソーですね。B ディミニッシュセブンスが C ナチュラル、レナチュラル、ファー、ラフラットですね。C ディミニッシュセブンスがドー、ミーフラット、ソーフラット、ラーですね。で、C シャープディミニッシュセブンスがドーシャープ、ミーナチュラル、ソーナチュラル、C フラットっていうことですね。さっきも言ったように各コードトーンが全部1度、3度フラット、5度フラット、6度ということになってます。じゃあちょっとこれもね、ちょっと吹いときますね。こう並べた方がですね、まあより明確にね、半音ずつ上がっている感じがわかると思います。ディミニッシュコードっていうのは、まあジャズでね、必ず出てきますね。セカンダリドミナントの6度セブンスから2度マイナーに行くときとかですね。こういうフレーズで、今、ミファミレドシャプミソーシフラトラーファーって吹いてあるんですね。A7 のフラットナインスから Dm7 にセカンダリドミナントのね、ドミナントモーションのフレーズを吹いたんですけど、ここのパターンにあるようなコードトーンが入っております。他にもね、いろんな形で出てきます。こういうフレーズもですね、ディミニッシュが挟まって、1度、2度フラットディミニッシュ、2度マイナー、3度フラットディミニッシュみたいな感じで半音進行するやつですね。とか、本当によく出てくるんですよ。だからこれはもう練習して覚えちゃうぐらいやってもらった方がいいと思います。絶対身につけて損はないコードになります。それではですね、今から僕の模範演奏入りの音源を2回鳴らしたいと思います。1回目はぜひ本を広げて内容を確認してください。2回目はあなたもぜひ吹いてみてください。
いかがでしたでしょうか。14とね15ワンセットでディミニッシュのコードの練習していただけたらと思います。でこのデイリーウォームアップエクササイズはですね、まあ、ジャズ初心者向けの本になっておりますので、ジャズをこれからやっていきたいとかアドリブを勉強したいという方はまあぜひ手に取っていろいろ練習してみてください。ということで次のですねエクササイズがグランドエクササイズと言いまして、まあ、超長いエクササイズなんですね。これね正直吹くの大変なんで出すまでにちょっと時間もらうかもしれないですけど、必ずねちょっと出してみたいと思うので気長にちょっと待ってください。で、まあ、15までをねとにかくしっかり練習してもらったらと思います。あと最初のロングトーンのエクササイズもねありまして、それはまだね撮影してないんでその辺もですね出そうかなと思っております。ということで今後もね楽しみにしておいてください。あとサックスに関することであれば何でもコメント欄の方に質問していただけましたら、こういった動画とかテキストで随時返信していきます。あとこのチャンネルの動画が役に立っていて応援したいという方はスーパーサンクスとチャンネルメンバーシップやっておりますので、ぜひ概要欄から内容の方をご確認ください。サックス戦の